こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はぬか漬けの話です。ちょっとご覧ください。今日はぬか漬けの話です。このぬか床もう30年ぐらいずっと漬けています。私おばあちゃんがぬか漬けをつけてくれてたので、もうとにかくぬか漬けが子供の時から大好きで、でおばあちゃんがぬか漬けといてって言われると、ボウルに野菜を入れて渡されるんですね。でぬか床の横に塩の亀があって、お勝手口っていうところに、まあ、ぬかの、この、ぬか漬けのこの樽みたいな陶器のが置いてあって、それでボウルに入った野菜洗ったの持ってって、それで横の塩をまぶして、そしてぬか床の中に漬けるっていうのが、結構子供の頃から おばあちゃんのお手伝いで私の好きなことだったんですね。私にもできることだったから。で、おばあちゃんにそのぬか漬け漬けといてって言われるのが結構好きでした。このぬか床の中に手をこう入れて、そのなんかぬかの匂いが手についても全然嫌じゃなかったんですね、子供の時から。で、今日は、いつも入ってるところから出して、この容器をきれいに洗いました。やっぱりね、容器が汚れてくるので、たまに洗ったりします。で、今日はこのぬかにつけるのね。それで皆さん大体失敗したと思ってぬか床を諦めちゃって捨てちゃうのが、このぬか床の表面がちょっと1日ぐらい混ぜるの忘れると白くなっちゃうんですよね。カビが生えたと思ってびっくりして捨てちゃう方がいるんだけど、すごいもったいないんですよ。何日かもし混ぜなくてすごくぬかの上が白くなっちゃったら、そしたらその表面だけちょっと取って捨てて、またよくかき混ぜれば何の問題もないので、なんか難しいと思っている方は、カビさせちゃったとか思っている方は多分大体そんなところじゃないかなって思っています。発酵食品だからとっても体にいいので、スーパーとかのもう出来上がっているぬかの売ってるので、でもそれはまだね、全然浅いんですけど、それを買ってきて始めるのがおすすめです。で、私は山梨県で真夏あまりにも暑すぎて、ぬかがおかしくなっちゃうので、夏は野菜室に逆に入れて、混ぜながら漬け込んでいます。野菜室だと冷たいので、1日ぐらい、食べる時の夕方、出す時につけて、次の日の夕方出すみたいな感じで、結構、真夏は逆に12時間ぐらいつけてたり、あ、24時間か、つけてたりします。で、今は部屋も少し暖かい部屋なので、朝つけて夕方出すと、まあ、朝漬けって感じです。ですごいちょっとしっかり使ったのが好きだったら、まあ一日つけることもあるけど、あと取り出すの忘れちゃったりね。で、古漬けも実はとても好きなので、まああんまり適当に出したり入れたりしています。ちょうど美味しい漬け時間っていうのが意外と難しいけど、あんまり気にしないでつけています。今この容器をきれいに洗ったので、ぬかを戻すんですけど、今日漬けるのはきゅうりと人参とカブです。冬はみんなぬか漬けやってる方も白菜漬けとかがあるからぬか漬けをやめてしまって、上にね塩をいっぱい引いて寒いところに置いといたりっていう方が多いんだけど、冬場はね夏野菜が少ないから、茄子とか、漬けられないし、
きゅうりとか。でも私は何しろぬか漬けが好きすぎて、いつもこのぬかを一年中ぬか漬けをしています。きゅうりと人参とかぶに塩をこう揉み込みましたね。それで、まあこれおばあちゃんの漬け方なので、これ戻します。で、気が向くと、ほんと気が向いた時だけど、こんな鷹の爪をポイッと一個入れたりします。で、今日はちょっと久しぶりなので、こんな昆布も中に入れといてみます。良いお出汁が出るので、気が向くと昆布入れたり鷹の爪入れたりしています。で、つけていきますね。一日に一度かき混ぜないと、そういう白カビみたいなのが表面に出てきて、まずいって感じになるけど、慌てることはなくて、まあ、3日ぐらい例えばほっといたとしても味は落ちるけど、ぬか漬け自体は大丈夫なので、表面を削って、そして下の綺麗な部分でまた漬け始めてください。昆布もう一つ入れときます。まあ昆布も食べてもいいけど、まあ私は結構漬けっぱなし。こんな感じです。で、こうやって周りについたら、こういう紙で取ったり、布巾で拭いたりして。でもね、こんな丁寧にやるのもこうやって樽を洗った時ぐらいなんだけど、こんな感じでギュッギュッと押さえて、で、蓋をして、で、夕方出して刻んで食べるという感じです。朝のだからね、食器洗いの前とかにつけるのが日常です。あとは、長くつけたいときは、夜、夕食の支度をしながら、出すときにつけちゃったりします。大根とか、人参とか長くつけた方がちょっと美味しかったりするので、そんなことをしたりしています。で、これ、水分が出てくるので、そしたら、前は、いりぬかと塩を入れてたんだけど、もう最近はめんどくさくなって、まあ、30年もやってると手抜きになってきて、こういう市販の、うまくできてるんですよね、こういうもの。私はこの贅沢三昧とかいうぬか漬けの素とか、うまみの出汁が入ってたりするから、まあ、こんなのを入れたりして、こう、少し柔らかくなったら、こういうのを足して、そしてまた混ぜるっていう風にしています。難しくあまり考えないで、何か続けられる、継続できる方法を考えてみるといいと思います。冷蔵庫で漬けられるぬか床もあるので、ただやっぱりこういう常温にあんまり冷やすと種が寝てる状態だから、やっぱりこうやって出してあげるといいですね。だから逆に私は夏場ちょっと暑すぎて冷蔵庫につけているので、冬場とか、一番だから5月ぐらいが美味しいぬか漬けが年間を通すとつけられるかなって思って
いるところです。夏はね、夏野菜がいっぱいできるんだけど、何しろ山梨は外が暑すぎて、私の知り合いは保冷剤を乗せてるっていう方もいます。でもなかなかそれもめんどくさいので、私は野菜室を夏場ちょっと開けて、このぬか床をタッパーに入れてしまうようにしていて、このぬか床はなんだかんだ言って30年ぐらいずっと同じ種っていうんですか、も大元は30年前のものです。で、結婚してすぐにつけ始めて、で、父と試行錯誤してた時期がありました。父はおばあちゃんがつけてくれたぬか漬けが食べたくって、それで私にああしろこうしろって言いました。それで、お前のぬか漬けは塩分が足りないだの、もうちょっとこうしろとか、鷹の爪を入れてみろとか、昆布入れろとか、おじいちゃんもなんとなくおばあちゃんがやってたのを見てたから、私にああやってつけろ、こうやってつけろってこう言っていたですよね。まあでも山梨に来てしまって、まあそういうことができなくなったのは残念だし、父がぬか漬けが好きだったので、私がつけたぬか漬けを食べさせてあげられなくなったのはちょっと残念だったなと思っています。おばあちゃんは、ぬかと、塩と、で、あと野菜の乳酸菌でつけていたように思います。で、私の知り合いのおばさまは、ヨーグルトとぬかと塩で、あと水を入れて混ぜていて、毎年作り直している方もいました。意外と、そんなに難しく考えることはないけど、私はまあ一番手軽なのはスーパーで種ぬかをもう買ってきて、種ぬか漬けの素っていうもう、ある程度出来上がっているのがこうジップロックみたいなのに入っていて売っているから、それを買ってきて、で、そこにこう、どんどん漬物をつけて、野菜をつけて、こう繰り返していくのがいいのかなと思っていますが、はじめから美味しくつけます。つけることは難しいんです。それで混ぜなくてもいいとか書いてあって、冷蔵庫でつけられるっていうのも売ってるんだけど、まあ私はそれを使ったことがないから、何とも言えないし、野菜くずとか入れて捨ててって感じでつけていくのが、はじめはいいのかもしれないけど、とにかくその、多分市販の、ある程度出来上がったやつを買ってくるのがおすすめです。私の知り合いだったら、私にぬか床をちょっと分けてっていうのが一番、もう初めから結構美味しくつけられるんではないかなと思います。というわけで、今日はぬか漬けの話でした。でもね、とっても健康にいいんだと思うんですよ。子供の頃のその、おばあちゃんがやってたことっていうのをすごい手伝ってて、おばあちゃん子だったんですよね。で、多分私の年代の方でぬか漬けをつけてる人はすごい少ないと思うし、なんかそのスローフードっていうか、梅干しをつける人もすごい少ないと思うし、なんだけど、おばあちゃんがやってたことを手伝ってきたことを、そういうすごくめんどくさいことを、まあ、楽しんでできるし、だからその、そういう、なんかこう一人でも、そういうなんだかめんどくさいことをやっていて楽しんでいるっていう、その生活を私がこうやって YouTube で、まあ50代ですけど、伝えていけたらいいかなって、ちょっと私は再現して、こうやって YouTube 動画で配信できるのはいいなと思ってて、なのでぬか漬けも、まあ私は、伝えていけたらいいなっていうふうに思っています。ぬか床は生きていて、常に空気が欲しくて、酸素が欲しくて、だからかき混ぜていれば、ずっと30年続けて、ぬか漬けをつけて、ぬか床は変わってないんですよ。なので、まあちょっと何人かに差し上げたりすることもあるので、減ったりするんですけど、またまた足していって、増やしていってっていう、まあそんな繰り返しをしてきました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。